何だ お前、君たちはやるって話じゃないか。そう。そこの道やったな。お前の馴染みがいるっていうのは。ああ、どうもろしね。馴染みとるって、いつであんな女困ってみたいっすね。それ、この、どの道が。お前、まさか、君たちは。 甘いな、キリちゃん。甘々や。別にやっかりってんと。ああ。謎のが行くで。ああ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 。
ま、そうだ。お前もこう思ったら、これくらい厳しくつけてなあかんで。いいで、はい。はい。覚えておきた。うん？俺も何よ。俺は俺のやり方で、やらせてくれ。どんなやり方でやるっていうんだ。俺はちゃんと筋が通ったやり方を知らない。何や、踊れは俺に喧嘩売ってんのか。おー、歩いてやってるぞ。いいえ、兄さんとかけて喧嘩をする理由はありません。筋が通らない。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんを向かったことにまで会えなかった。何なの？感じあんのか。殴り返すとこが。気が済みました。このつながり、どこまで続くかね。あ、そうか。そう、筋通すなんて言うて、無理してるだけなんだ。やけ我慢ってやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が無けんで。どう取ってもらっても構いません。ですよ。俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。そう。ふん。ほら、お前のその覚悟、見届けさせてもらえる？すごくすごくってな。なるほど。でも、もし筋が通ったら、俺との喧嘩、こいつくれるか？その時に待ってみる。よっしゃ！ほら、どないしてお前をマジに疲れた。ほっとっと喧嘩したら、本当にお前は。ほら。ほな、また泣けるじゃん。楽しみにしとってよ。うふふ、よく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 。